はー、おはようございます。鹿の間です。今週も1週間せーのお疲れ様でした。かなりテンション高めの目覚めなんですけれども、5日間ですね、北京に来ておりまして、一緒に泊まってるお友達のカンカンは朝5時から仕事をして眠っているので、アフレコでお送りいたします。朝の7時に起きる予定だったんですけど、30分もオーバーしてしまいました。この日は北京3日目で、ホテルを変えるので10時チェックアウトなので、1時間半で朝支度を終わらせます。洗顔からやっていこうと思います。トラベル用のロゼットの洗顔パスタの緑持ってきました。これ毛穴ケアなんですけど、割と毎日私でも使えるのでリピートアイテムでございます。なんか旅行とかだといつもと違った試供品のスキンケア使ったりして肌荒れがちなので、家じゃない場所だからこそ家と同じスキンケアを使って肌を不安定にしないように心がけてます。で、あと泡立てがね、弱いと摩擦が起こったりするので、泡立てネットも絶対に持っていきます。いつもメイクでまつげのキワキワまでジェルラインを引くので、朝になると目の下がにじんで黒くなるので、朝はメイク落としシートを使ってパンダになってる部分をすべて拭き取っていきます。もったいないのでこんな感じでちぎって使います。もうシルクの威力がすごすぎて、ナイトキャップなしでは寝れなくなったので、旅先にも絶対持っていきます。前日髪の毛半乾きだったのか、うねってますね。で、こちらも家から持ってきたウェットブラシを使って髪の毛を解いていきます。基本的にホテルに置いてあるアメニティは使わないです。綿棒だけは本当に助かる。この間ドンキに行った時に買ったドンコの髪の目。さあ、保湿のトップバッターはディープログラムの寒暖バリアエッセンス、揺らぎ改善の帝王でございます。どんなに肌が荒れてても、どんなに肌がごわついていても、これさえ使えば安定するので、私はこの子を薬と呼んでいます。導入液が浸透するまで時間があるので、この間に歯磨きをします。出張でも旅先でも基本的にマイ歯ブラシを持っていく。カフェインないとね、生きていけないので、歯をね、磨く頻度が多いので、トラベル用の歯磨き粉を2つ持ってきました。なんかさ、これ、私だけかな？ホテルの歯磨き粉って、磨いた後味残らん？あの質感がどうも苦手なんですよね。化粧水も安定のディープログラムのピンク使っていきます。この子は保湿。トラベル用のね、サイズを使ってるんですけど、7日間でなくなるので、家にあるね、大きいやつを中に詰め替えて、旅先だったり出張の時に使っています。多分1年で肌がすごい荒れてる時期って今はないと思うんですけど、それはディープログラムがいるからであって、ディープログラムを使わなかったら多分肌すごい荒れちゃうので、本当になくてはならない存在。で、北京ではですね、1日約1万歩ぐらい歩いてまして、全身が凝り固まっているので肩回しをします。そして背中でいただきますポーズを50秒ほど。姿勢も綺麗に見えるし、これ毎日するだけで肩周りがスッキリするんですよ。で、スキンケアの締めも安定のディープログラムのピンク。今回ね、前回の分が入ってると思ったらめっちゃ少なくって、少量を大切に使いましたが、ちょっとだけでもしっかり保湿されて、肌が薄い私でもね、伸ばし心地すごく柔らかいので、生きてきた中で一番好きなスキンケアラインです。画面の位置がね、左右非対称になってしまったり、前後ろストレートネックになってしまったりするので、整体で教わったストレッチをやっていきます。顔をね、右と左ゆっくりと倒して、首の可動域を広くします。そしてこの顔面スライド、かなり面白い絵なんですけど、このおかげでストレートネック少し改善されたので、ぜひやってみてください。メイクする前にロートゴールド40を点眼します。最近学んだことなんやけど、第二類医薬品と記載された白目が綺麗になる系の血管収縮剤とか、防腐剤の入った目薬ずーっと使ってたんですが、目のね、充血がどんどん悪化して、どうやらね、調べると目に良くないみたいで、よりリスクが少ないのが第三類医薬品の目薬を使うようになって充血がしにくくなりました。目ってめっちゃ大切やし、年々くすむけん、最近ね、目薬の成分もすごい気を使ってます。開始。今回下地はポルジョのモイスチャーライジングプライマーを使っていきます。薄肌でも伸ばしやすく、乾燥肌でも潤う大好きな下地なんですが、今季リニューアルして色展開も増えたんですが、既存の黄みすぎない、赤みすぎない、私の肌に馴染む一番を使っていきます。どんなファンデーションとも相性が良く、崩れにくいので安定的なアイテム。今日は胃腸と写真を撮るので、黄色に同化しない負けない温かいメイクに仕上げていく予定です。
回ファンデーションはシュウウェイ村のアンリミテッド気圧やセラムファンデーション484番 With ツヤ55ファンデーションブラシでお送りいたします。これなんと20色展開で悩んだんですけど、ピンク寄りの明るめ484にしました。有益テクスチャーのツヤ肌仕上がりで安定すぎる崩れにくさには感動しましたね。乾燥シーズンには嬉しいナイアシンアミドが配合されていたり、透明感に特化したファンデーションなんで、胃腸まみれになっても確実にうるうるで際立ちます。ビフォーアフター、そうなんです、これ素肌感があるファンデーションで、私シュウエムラのファンデーションブラシすごく大好きなんですけど、肌のね、目には見えない凹凸にもしっかりとファンデーションを埋め込んでくれるので、ブラシにね5000円以上かけるのはいかがかねとも思ってたんですが、このブラシ使ったらね、ファンデ少量でもしっかり全顔に伸ばしてくれるので、まあ長い目見たらコスパいいですね。ヘタル55もすごいいいんですけど、ツヤ55はより肌が弱い方でもね、使いやすいブラシかなと思います。仕上がりはこんな感じ、ベタベタせず使いやすい。でこのさ、ニベアの桃の香りのリップ、最近薬局で買ったんですけど、調べたら廃盤みたいで、リピートしたかったのにすごくショックです。まだね店舗残ってるところあるみたいなので、見つけたらぜひぜひこの秋お揃いにしませんか。でね、ティフィットのカバーアップコンシーラー使っていくんですけど、いつもね使ってたのとはまた別でクールというカラーを最近購入しました。肉眼で見る限りオレンジがね一番鮮やかで、クマがしっかり隠れるかなと思って買ってみたんですけど、案の定ですね、もうオレンジ一色だけでもクマが綺麗に隠せたので、まあ、気になる方だったりブルベさん、クールトーンがすごいおすすめです。でちょっと明るいカラーをですね、ほうれい線の上にのせてハイライト代わりで光を集めます。そしてですね、見てください、今だけのツイードパケ、キャメイクのマシュマロフィニッシュパウダーツイードパッケージの1番でございます。上品で可愛すぎるデザインにうっとりしますね。これプリントじゃないですからね。くすみを補正しながらトーンアップしてくれるアイテムです。結構しっかりマットになるので、柔らかくふわっとのせるような感じで意識して塗る。さあ続いてはジュディドールのメリハリマスターパレット1番を使っていきます。今回一緒に北京旅をしているカンカンは、ベッドとかでねワンホンちゃんたちも撮影してたりするので、せっかくね中国に来たということで、私も小動物のようなキュルっとした輪郭とパーツ作りをしていきます。最近前髪を伸ばしているので、雰囲気はねちょっと大人っぽいんだけども、ところどころパーツは可愛らしさのある愛嬌のある雰囲気にしていきたいと思います。テーマはね、胃腸の妖精。外での撮影だと結構メイクがね薄く見えたりするので、写真映えするためにも少し濃いめにシェーディングは入れていきます。そして恒例の顔面中心ハイライト、ラメが入ってないマットのハイライトを使って、鼻の横に光を入れると顔面の余白が縮まって見えてバランスが取れるので、おでこ、頬の内側、顎4点にマットハイライトを塗りましょう。さあ今回のアイシャドウはエクセルのリアルクローズシャドウの8番クォーツリングを使っていきます。一目見た時に胃腸の黄色から徐々に暖かくなっていくグラデーションのように感じて、これ絶対使いたいと思ってこの日のために購入しました。最近髪色が黄み強いので、オレンジカラーをベースにグラデーションを作っていきます。上まぶたはオレンジカラーを使っているんですが、なんかね夕焼けのような赤っぽい色も混じっているので、ザ・オレンジ感は出ないので比較的使いやすいかなと思います。下まぶたは少しピンクみがかったカラーを使って、上下で強弱をつけてちょっと粘膜色っぽく見せて泣き顔感を出していきます。目尻部分に陰影をつけることによって、目元が立体的に見えるプラス顔もね小さく見えるトリックです。さあ涙袋の影はセザンヌの各二重アイライナー影用ピンクを使っていきます。今回は撮影でちょっとキュルッとした目元にしたいので丸めに作ります。真ん中は低めに、目尻は高めにっていう丸みって感じ。これ自然すぎて涙袋の作り方友達に聞かれました。さあ今回のぷっくり担当はトゥークールフォースクールのアートクラスフロッタージュペンシルの11番使っていきます。今季大バズり中の涙袋ペンシル、質感はね鉛筆っぽいのでサラッとした仕上がりで、軽く描くだけでも色がしっかりつくので液体っぽさが苦手な方とか特におすすめ。続いてはヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンストフィルムを使っていきます。今回繊細な束を作っていこうと思うんですが、ヒロインメイクのマスカラはとにかくカールキープ力があり、ダマにもなりにくいので韓国っぽいまつげが作りやすいです。一応ねお湯落ちとは歌ってはいるんですが、お湯でスルッと落ちるほどの簡単なオフはできませんが、普通のねメイク落としではスルッと落ちる程度なので、
旅行の時とか持ち歩いてますし、もう毎日今使ってるマスカラですね。こんな感じでピンセットで挟んで束にしていきます。だいたい 7-8 束あればセパレート感が出るので、ちょっとね、上品で清楚な雰囲気が出るまつげに仕上げていきます。このマスカラ使って束にした日、何回かつけまつげしてるか聞かれましたが、してないんです。液体がね、柔らかくって粉っぽくないので、まつげにツヤ感も宿してくれますし、これからのね、冬の乾燥するシーズンも潤った目元に見えるのでおすすめです。今回撮影で目元くっきりさせたいので、下まつげうっすら塗っていきます。でちょこっとだけ束にしましょう。結構ね、中国の若者はまつエクしてる方が多い印象がありました。結構ね、ぎっしりとしたまつげが可愛くって、私はまつエクできないので、自力まつげ研究頑張ろうと思った。続いてセザンヌのナチュラルチーク N の1番を使っていきます。このチークはですね、ピーチピンクカラーですね。サーモンピンクのような、オレンジの主張もまあまああるカラーなので、胃腸と相性いいかなと思って持ってきました。で、今回ほっぺたと鼻の上部分、鼻先、顎に塗っていくんですけど、胃腸がね、顔に反射しているような雰囲気をイメージしました。ブラシはこちらを使っております。で、ハイライトは今回パーフェクトダイアリーのスターダストダイヤモンドハイライトパウダーの1番使っていきます。中国といえばということで、大好きなハイライトも持ってきました。宝石のようなきらめき感で、撮影の時はしっかりとこの反射が映るので、自分をね、輝かせて見せたい日は必須。なんかね、ピーターパンの塗る魔法のお粉みたいな感じで、鼻先と鼻筋の上部にも塗っていきます。鼻筋がツヤっとして見えて、肌がね、滑らかに見えるんですね。そしてこのクマ沿いに塗ると、光に反射した時に目周りがね、立体的に見えるの。さあ、続いてはパリブローのスリムブローペンシルブラウンを使って眉毛を描いていきます。まずはスクリューブラシで眉毛の毛流れを整えていきます。こんな感じで、筆を持ってる方のね、腕を固定してあげることによって、眉毛がね、より描きやすくなるので、もし眉毛描くの苦手な方いましたら、このスタイルやってみてください。すいません、もう最近メイク動画ではパリブローしか出てこないかもしれないんですけど、本当にこのアイブロウ使うと一本一本繊細でふわっとした眉毛になるので、眉毛描くのはこれ一択になってきました。この間インスタに北京の写真載せたんですけど、眉毛の整え方だとか眉毛の描き方の質問が殺到しました。これで描いてます。あ、上のラインに入りましたね。描き方はいつもと一緒で、下のラインから描いて、上の眉尻側の線を描いて中を埋めていくという描き方なんですけど、基本的に眉頭8ミリほどは何も触れないです。で、全部描き終わったら、こんな感じで下から上に向かって眉頭も一本一本毛を演出するように描いて完成でございます。こちらも常連ですね、セルボークのインディケアアイブロウパウダーの7番使っていきます。まあ、いつもこのセットで申し訳ないんですけど、本当にピンクメイク、オレンジメイク、どちらも合うアイブロウパウダーなので、なんならアイシャドウも描けるんじゃないかという、なんかついちゃってますね。こんな感じでチップなので、結構色はしっかりのるんですが、ベタっとした質感にはならないので、顔面作るのになくてはならない存在。さあ、こちらも常連、キャンメイクのクリーミータッチライナー。どこに引くかというと、安定のインライン、インラインというか、結構まつげの生え際部分に近寄せて塗るんですけど、まつげの上にね、ラインを引いてしまうと二重幅が潰れるのがちょっと苦手なので、基本的にまつげの下だったりまつげの間に埋め込むようにラインは引いてあります。続いてはキャンメイクのラスティングリキッドライナーの5番を使っていきます。これは目尻に細長く描いていくんですが、色がすごいナチュラルなので、盛り耐性がない方もですね、ナチュラルな色なんやけど、しっかり目元強調してくれるので確実に盛れます。こちらも常連、ハートパーセントドットオンムードリップペンシルの14番でございます。リップするときはね、土台にライナーで囲んであげないと、私の場合唇の形がいびつに見えてしまうので、ラインでね、しっかり左右対称に唇を作ってあげて、リップを塗ると格段に盛れます。今回リップはジバンシーのルージュアンテルディサテンリップスティックの231番を使っていきます。珍しくないですか、デパコス。最近ね、もうハマりすぎてこればかり使っています。ですね、落ちにくい。さらに色合いがね、すっごく可愛くって、とろけるようなテクスチャーで保湿力もかなり高いので、リュージュ好きにはたまらない一品だと思います。唇がね、ふわっとして見えますし、ナチュラルな発色なんですけど、これご飯食べても結構取れないんで、北京でね、毎日使っていたリップです。
ね、わかるかな？めちゃくちゃ可愛くない？ちょっと赤ちゃんっぽいポワッとしたような唇になるので、普通にベスコス入れたいぐらい気に入ってます。で、このアイシャドウのラメを取りまして、目頭部分に置いていくんですが、最近この目頭に置いたラメを目頭の目のカーブに沿ってなじませることによって、上品なね、濡れ感が出ることに気づいて、最近よくやっているメイク法です。で、ちょこっと涙袋の目頭側に半分だけラメを入れていきます。カラコンはですね、シシカのベベカカを使っていきます。結構ね、小動物っぽいね、キュルッとした眼球になりますし、もう最近ね、私の目といえばベベカカオというぐらい一番使っているレンズなので、まあ、撮影の時はね、自分らしさを出したかったのでベベカカオにしました。そしてリポシーもちゃんと持ってきました。1日1個から2個飲んでおります。やっぱりこれ飲んでる時と飲んでない時はね、体力というか肌もそうですし、体調管理としてもね、欠かせないアイテムで、もう味は完全に慣れましたね。にしても眼球可愛くないですか？奥目にもね、光が入るナチュラルカラコンが作りたくって、このキュルッとした眼球がね、しっかり写真にも写るので、裸眼がこれになりたい。たびたび登場するこのアイロンポーチ、楽天で購入したんですけど、温かいまま収納してキャリーにね、ぶち込むことができるので、旅行行く方もおすすめですし、家にいる時もね、アイロンはこの収納袋に入れてるので、すっきりしておすすめです。で、今回持ってきたアイロンはこちらの9点の目代わりで買った自動巻きアイロンでございます。今月のお気に入りで紹介したんですけど、名前の通りですね、これ髪の毛を挟んだら自動で勝手に巻いてくれるので超楽なんです。外巻き内巻きどちらも対応しているので、自由自在にいろんな巻き髪が作れます。髪を巻く前にブラシで整えて、こちらのリファのロックオイルをなじませていきます。この日は夜まで予定があったので、髪の巻き絶対取りたくなくて、キープ力本気モードでお送りいたします。この日夜9時10時ぐらいに帰ってきたんですけど、髪の巻きのキープ力いかがでしょうか？一日中ね、遊び倒したんですけど、意外と巻き取れてなくないですか？それでは自動巻きアイロン使っていこうと思うんですけど、こんな感じで外側のあのウェーブ部分に髪の毛を挟みまして、今回は外巻きにして巻いていきます。こんな感じで髪の毛が中に吸い込まれていくので、数十秒ほどこれでキープして髪の毛を巻いていきます。すごくないですか？ちゃんと巻けるんですよ。で、温かいうちにこんな感じで上の方で丸めて、ちょっとね、巻きがしっかりとつくように固定させておきます。温かいうちはね、型がつきやすいので、しっかりと固定してあげましょう。さっきと同じように外巻きで巻いていきます。これ最初使った時マジで難しかったんですけど、なんかふとね、コツつかめて巻けるようになりまして、今はね、めちゃくちゃ簡単に使いこなせております。大量ね、一気に巻いてしまうとしっかりと髪の毛が巻けないので、少量ずつで巻いていきます。結構ね、これしっかりと韓国っぽい余震巻き風になるので、これだったらね、絶対失敗せず左右対称にしっかりと巻けるので、本当に買ってよかった。多分ね、年内目代わりあと1回あると思うので、気になった方はね、割と買いだと思います。だいたいね、このコテ自体が32-36ぐらいの太さなので、まあ、ミディアムからね、ロングさん向けですかね。色合いも可愛いしね、外側お花のマークが彫られてあったり、ちょっとね、なんかどこかしら子供用品おもちゃっぽさがあり、少女心くすぐられるんよね。さあ、まずは片方ガンガン巻いていきます。今回ね、一緒に来ているカンカンは中国出身なんですけど、北京のね、お友達もたくさん紹介してくれて、結構現地調査をできたというか、中国でもね、MBTI 結構流行ってるみたいで、MBTI の話で盛り上がったり、あと、中国でね、モデルさん、インフルエンサー活動している方とも一緒にご飯行ったんですけど、シビトスっていう占いをね、してくれて、日本に帰っていろいろ調べたんですけど、めちゃくちゃ面白くて結構当たってたので、ぜひ皆さんもシビトス調べて見てください。一緒にご飯した方がミルちゃんって言うんですけど、私よりちょっと年上のお姉さんなんですが、本当に可愛くって、で、髪の毛ポニーテールしてたんですよ。そしたらね、急に
ひょいっとね、髪の毛を外し出して、と思ってみたら、髪の毛めっちゃ短くって、ポニーテールは付け毛みたいな感じだったんですよ。よくね、レッドとかで見てたから、いいなと思ってたんですけど、あんなに普通にナチュラルにつけてるんだと思って、めちゃくちゃびっくりしたし、なんか美容のね、情報交換もしつつ、私ね、髪の毛すごい褒められたんですよ。あんなもうめちゃくちゃ美しい方に褒められるとちょっとキュンキュンしちゃって、ちょっと自慢ですが、髪の毛褒めてもらったんです。頑張ってよかった。幸せです。8時54分。10時に寝てるのであと1時間ありますね。結構余裕持って起きたんですけど、こういうところがやはり ENFJ っぽいですね。多分ね、予定がね、一番狂うのが私の中で一番ストレスになる原因だと思ってて、何事も結構早めに動きますね。で、今回一緒に来ているカンカンは INFP ですごく相性がいいと言っていました。 MBTI こう見えて大好きなんです。カンカンが起きてきたのでデスクに移りました。自然光で真っ白ですね。これ顔周り巻くのにもすごく優秀で、しっかりと綺麗にね、流れるような巻きが作れるので、顔周り巻くの苦手な方もおすすめなんですよね。見てとっても綺麗じゃないですか。こんな感じで上の方から挟んで巻いていくとうまくいきます。画期的ですよね。できればね、めんどくさいことは自動でお任せしたいので、これからの未来がとっても楽しみでございます。で、キヌージョからコードレスヘアアイロン出たの知ってますか？超可愛いのに、ちょっとね、スカイブルーっぽい水色のカラーで、コンパクトなんですけど、しっかりと熱持つんで、充電しておくと外でもね、お直しできるし、こういう旅行の時とかも使えるので、今季かなりおすすめのアイテムです。で、この子をね、何に使うかというと、頭の立ち上げ。結構中国って頭がね、小さくって、後頭部が高さがある、しっかり丸みがあると美人って言われることも多いみたいで、私もね、やっぱり頭高さ出した方が写真が確実に盛れるので、撮影の時はね、モリモリに頭の高さ出していきます。そしたら自動巻きアイロンを使って、ところどころ高さのあるところから巻いていって、巻きの雰囲気を変えていきます。半目2束ぐらい巻きの高さを変えまして、こんな感じでちょっと上の方からくるくるってなってると、全体的に少しボリュームも出ますし、だからといっていっぱいね、上から巻いてるわけでもないので、頭がね、大きく見えないので、まあ片方2束ぐらいがちょうどいいですかね。で、巻き終わったら大きめの粗めのブラシを使って髪の毛を解いていきます。先にオイル塗るとね、こんな感じで髪がプルプルになります。カルキープの締めはサンスターの VO5 スーパーキープスプレーを使っていきます。なんかね、ケープとかもいろいろ使ったんですけど、これがなんだかんだ取れないなっていうのを最近気づいて、トラベルサイズもありますし、持ってきました。で、頭部と顔周りもしっかりと固めていきます。これぐらいの量だとね、そんなカチカチにはならない。ということで、自動巻きにお任せすると、こんな感じになります。ところどころね、巻きを変えているんですけど、結構ね、大きめのちょっとエレガントな巻きになるので、大人っぽい雰囲気も出せますし、こんなに綺麗に巻けるなんて買うしか案件じゃない？最後はアイドルホワイトターニングスプレーを首に塗っていきます。これはね、肌が白くなるスプレーでして、ベタつきもなくね、洋服にも色が移りづらかったので、最近はメイクしたついでに首も白くするようにしています。ということで、着替えて用意は完了です。今日は全体的に秋っぽいベージュだったりブラウンでトーンを統一してコーディネートしてみました。で、北京はね、ちょっと寒かったのでモコモコのアウター持ってきました。どこのかね、よく SNS で聞かれるんですが、これ古着なんですよ。一応ね、タグをお見せいたします。こちら、これ結構ね、穴ぼこ開いてるので、めちゃくちゃ暑いわけじゃないからちょうどよかったです。今回は一応なので、ちょっとゴールド系のピアスだったりアクセサリーを持ってきました。まあ、大体いつもアクセサリーは同じもので、一つのものを長く使うタイプです。というわけで準備完了したんですけれども、いかがでしたか？北京はね、ちょっと寒いので、日本でいう真冬手前、先取りメイクになったんじゃないかなと思います。日本でもね、一応これからどんどん綺麗になっていくと思うので、ぜひね、一応デート行く方だったり、一応見に遊びに行く方、ぜひぜひ参考にしてみてください。それでは今日はこの辺にしておきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。